バードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。時刻は6時を回りました。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とデンデお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今日はズーム上ですね。そうですね、今日はズーム上ではい、こちらは日本でございますはい、こちらはこちらも日本でございます。あ、日本ですね。あ、かしこまりました。よろしくお願いいたします、はい、今日はですね、捨て猫シナモン、 YouTube 捨て猫シナモンのご紹介をしたいんですが、はい、これですね。はい、今日猫ちゃんシナモン君は登場してくれるかな。先ほど登場してたんですけど、はい、今お休みになっております。お休み中ですね。そうですね、はい、はい、レイさん、捨て猫シナモンはどういう YouTube なんでしょうか。はい、昨年の7月から、うん、捨て猫シナモンという動画のコンテンツをですね、制作いたしました。で、もともと私が、買っていた、はい、まあ、買っていたというか、最初は、捨て猫だったんですね。まあ、とあるところに引っ越しをして、その、実は当日に、当日の夕方ぐらいに、まあ、引っ越し屋さんの箱を、ちょっとマンションの1階に住んでたんですね。まあ、もちろんそこのマンションはペット OK のマンション。そこのマンションのテラスに、何箱か空箱を置いていたんですね。で、置いていて、2時間ぐらいして、夕方になって、まだ箱がたくさんあるんで、それを外に持っていこうとしましたら、このシナモンちゃんがですね、ちょこんと座って、私を見上げてたんですね。へーって。それが、ものすごく毛がふさふさで、はい、ものすごく目がキラキラして可愛くて、これどこの飼い猫が迷い込んだのかなと最初思っていたんです。はいはい。そうしましたら、飼い猫でもなかった。と思って、引っ越した当日に、まあ、始めましたの出会いですよね。まあ、いろんな出会いがありますけど、まあ今回は人間と猫ちゃんの出会いということで、うん、奇跡的なですね。いや、でも本当そうですよね、うん、なんか引っ越ししたその当日にテラスに、ね、そうですね、うん、なんかウルトラマンか誰かが送り込んだのかなと思いました何が起きるんだろうとすごいびっくりしました。本当になんかもう本当に素晴らしい神様からのギフトですねそうですね、うん、びっくりしましたね。で、じーっとして私を見て、にゃんって泣いて、逃げないんですよ。で、そこから、まあ、いろんな猫ちゃんも今度は次々とやってくるんですけど、まあ、これ話してしまうと、捨て猫シナモンのちょっとネタバレになるのでお話できないんですけど、まあ、いろんな猫ちゃんが入ってきたり、そこでいろんな友情、あとはその事件とか、まあ、猫ちゃんがどうやって育っていってどうなるのかとか、ずっとそこにいるのかいないのかとか、そういうことがですね、本当に、これ映画になりそうなストーリーをシナモン君が持ってくるんですよ。びっくりしましたね。いや、普通に可愛い猫ちゃんが来て可愛いねではなくて、いろんなストーリーを持ってきて、喜怒哀楽あまりにもすごくて、ずーっと私がですね、写真と動画で撮りためてたんですね。で、3年ぐらい経って、まあ4年目ですかね、数えたら1500点ぐらい静止画と動画がありまして、すごいですね。それはで、これ絶対面白いなと思って、捨て猫シナモンっていう名前で、まあ周りにフリーアナウンサーですとか
うん、私の知り合いに、あと作曲者、作曲できるピアニスト、うん、私も作曲するんですけど、うん、まあ、いろんな方がいたので、まあ、そういう方々をご協力いただいてですね、うん、一つの 4,5 分ぐらいのムービーを作って、少しずつ小出しにしてですね、はい、毎週月曜日の9時から配信し始めたら、はい、ヤフーニュースで見ました。まあ、すごいですね。びっくりしましたね。ねえ。ヤフーニュースだったらまた、ドカンと視聴者が増える。うん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 。やっぱりね、なんかね、それだけね、本当にね。そうですね。ね、PR すると、ね、うん、人目に触れるので、ね、ぜひ本当たくさんの方に見ていただきたいですよね、もっともっとね。そうですね。うん、やっぱりペット、まあ、子供向け。うん。例えばそのママさんとお子様とか、うん、そういうファミリー向けのコンテンツなので、うんうん、ピアノの音楽あり、うん、癒されるナレーションあり、うんうん、あと全ての猫ちゃんに声優さんが入って喋、うんうん、るんですよね。面白いですね。で、実は捨て猫シナモンも7月からなんで、7、8、9、10、11、12、1、2、3、もう9ヶ月ですよね。9ヶ月、はい。来月に、第1話といいますか、エピソード1の最終回が、うん、まあ、あるんですけど。あ、そこも最終回になってますね。エピソード1はですね。うん、エピソード2、3、どれぐらいまで作るかまだわかんないんですけど、はい、ネタが好きないので。あ、じゃあまたエピソード1が終了してもまたエピソード2とあります、うん、で一応この節目に、はい、まあ、とりあえずエピソード1が終わった後に、うん、これまでのキャストを務めていただいた各声優さんに、うん、まあ一言ずつ、うん、まあ、10分とか15分とかですね、この出会いは奇跡のラジオの方でもですね、はい、どういう展開といいますか、台本を作ってるんですけど、その時になるまで分かんないんですね、声優。そっか。じゃあ皆さん、出演者の皆さんも最後まで分からないという。そうなんです。タイムリーで、こんな風になるのとか、うん、すごいかわいそうとか、すごい楽しいとか、まあ、おっしゃっていただいて、うん、吹き込んでいただいて、スマホでデータをいただいて編集するんですけど、うん、だんだんとですね、まあ、編集者の方も腕が上がってきてですね、うんうん、なんか本当に面白いっておっしゃっていただいて、うん、YouTube の方でも、まあ、何人もの人が感想を書いてくださるんですよ。はい。びっくりしましたね。素敵ですね、うん、でも本当この飼い主さんと、ね、捨て猫だったシナモン君も本当になんかね、愛情あふれる物語がね、うん、ちょっと繰り広げられておりまして、そうですね、はい、本当にもう絆、動物と人間との絆、うん、保護猫をね救うための、あとその保護猫団体様、まあ、動物を守るための団体様とも、うん、まあ、全国沖縄から北海道までですね、うん、提携していただけるところを私が一軒一軒当たったんですけど、はい、まあ、その中で何社かですね、うん、まあ、県とかも含めて、うん、一緒に提携したいという会社も増えたりして、ね、で捨て猫シナモンっていう風に検索していただけたら、一応オフィシャルページ、うんうん、公式のホームページも存在あるんですけど、はい、そこからも YouTube が見れるようになって、まあ、そこには本当に映画のホームページみたいに、うん、キャストのページとかスタッフのページ、うん、あと音楽のページ、読者からのお声のページとか、結構ボリュームがいっぱいのホームページ、ぜひホームページの方もチェックしていただきたいですね。そうですね、うん、でイラストがなんと2名の素敵な、ね、方に描いてくれて、まあ、1人がね、まあ、ここに今おられる根本真子さん、付き合ってくれてありがとうというのを書いてるんですけど、はい、ね、はい、見てみたいですね、させていただいております。はい。はい。では一応そういうことで、この後、うん、どなたですかね、シナモン役？
はい、まずはですね、主役のシナモン役の方から、ね、順にちょっとゲストでお呼びして、はい、ね、ちょっとお話したいと思います。わかりました。では早速これを後に行きましょう。はい、はい、では皆さん、また後ほどお楽しみに。はい、ありがとうございました。どうぞ。はい、はい、失礼します。失礼します。本日は、ゲストの方をお呼びしています。お、初、はい、初のゲストですよね。記念すべき入ったゲストですね。すごい、はい。今日は、はい、はい、YouTube のスタネコシナモンの主役のシナモン役で演出している深向きレモンさんです。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。はい、いきなり主役来ましたね。あ、そう、はい、ね。はい。簡単にじゃあレモンさんの方から、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい。京都、京都育ちの大学4回生の、ひためきレモンと言います。普段は、この度ご縁がありまして、皆さんと関わらせていただき、こうやってシナモンの役をやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうシナモンの声にドンシャリでドンシャリで、もう即採用でしたね。はい、ありがとうございます。個性がね、私も大好きなんだけど、嬉しいです。実際にその声優としてシナモン役を演じてどうでしたか？最初はもちろん自分で伝わるのかっていうのをすごい不安やったんですけれども、でもその録音したデータを送ってっていう時に、いや、シナモン役適任っていうすごいなんか言葉をいただいて、でそこからだんだんとちょっとずつちょっとずつ自信がついて、ちょっと、楽しくシナモン役を演じさせていただきました。本当になんかね、声優の方で小さい男の子のような女の子のような なんかね、でもなんか子供じゃないんだけど、なんか本当素朴な感じしますよね。うん、すごく本当に大好き。うん、まさか本当、こういうインターネット社会で、Zoom で、ね、LINE でつながって、まあ紹介だったんですけど、ひたむきレモンちゃんにね、出会えて、ものすごく嬉しいです。嬉しいです。本当に、ありがとうございます。シネコシナモン その物語に関してですね、なんかレモンちゃんの方でなんかちょっと感想だとか、なんか見どころなんかがあると、ちょっとお話ししていただきたいんですけど、はい、いかがでしょうか。私、その物語としては、その、だんだんシナモンさんが勇敢になって、すごいなんか、レン君と絆ができてきて、他のニャンコたちにも、その、人間と仲良くしようよみたいな感じのを、うん、そのシナモン君がその人間と猫界の架け橋みたいになるっていうその物語もすごい好きなんですけど、私マコさんのイラストがすごい好きで、そう、物語とイラスト、私はその2つを両方すごい推しながらシナモン役をやらせていただいてます。うん、なんかすごい深い絵なんですよね。なんかすごいなんか、あ、ぬくもりを感じるみたいな、すごい語彙力がなくてうまく表せないんですけど、なんかその本当に物語にすごい合ってるイラストというか、なんかすごい素朴な感じも大事ですけど、でもすごい、あ、そうです。でもなんかすごい優しい、やっぱり可愛い感じもあって、もうすごく好きです。うん、すごくファンです。よかったですね。ねえ、まあ、そう、なんかもう、いろいろ、私の方が、
いやもう本当にあの親子ぐらいの年がまあ同齢ぐらいか分かんないんですけど、もう本当あの根本もこさんの福岡からほら上京されましたからね、よかったですね、こういう出会いが来て、本当に出会いが奇跡的に、あの実際ステネクシナモンの実はもうほぼ実話なんですけど、ネモちゃんもうどう思いました、これ実話だったの、ほぼ実話ですよ、実話ですよね、なんか変ですかね、その実話なんで、そのなんかここのすごいなんか珍しいなって思ったのが、その他のアニメとかで、なんかやっぱりその、いい部分がすごい、いい部分だけ、いい部分だけ、みたいな、なんか本当になんか、その、一日の生活の人生の中でも、その、いい部分、プラスの部分だけを映すみたいなのが、すごいなんか多いようなイメージなんですけど、本当に、実写って、ありのままの出来事なんで、もちろん、悲しい出来事っていうのも、すごくもう、しっかりその、この話はこういう出来事があって、こういう悲しい出来事もあってっていうのがすごい一つ一つのお話にあって、それがなんか本当にすごくリアルな、その一人のそのレン君っていう人間と、そのシナモン君っていう一匹の猫と、その周りのニャンコの本当になんかリアルな生活っていうか、本当にリアルな人生のお話っていうか、それがすごく何て言うんですかね、プラスの部分だけじゃない、本当にありのままを出してこれが何か、あ、普段のそのいいところばっかり映してるやつじゃ見れない部分っていうのをすごいさらけ出してて、だからその分もちろん何かうっていう、そのすごい悲しくなりながら。それを読む時もあったんですけど、なんかそういうのがありのままっていうのがいいなって思いました。まこさん良かったですね、ありのままでね。良かった。こうやってね、語っていただいて、ぜひぜひ本当ね、見どころたくさんね、拝見します、はい拝見します、私が連携なんですけどねはい、そしたらレモンちゃん今後のですね、やらせていただいて、でその自分はほんまに今までのそのイメージでやっぱり男の子の役を男の子がやって、女の子の役を女の子の役が、女の子がやってっていうのがすごいなんかイメージとしてあったんですよ。でもその男の子の役やらせていただいて、あ、その性別を超えた役っていうのも、あ、なるほど、やらせていただけるのかと思ったのに、その性別関係なく、その猫、人間関係なく、その、いろんな性別の、いろんな役をやってみたいなっていうのはすごくあります。その、シナモンの役やらせていただいて、その、やっぱりその、声が好きとか、その、そういうのも言っていただいて、その、自信になかったので、すごく、自分としてもその声優の経験をさせていただいたことを、もうそれによってその周りから言ってもらった言葉っていうのもすごく経験になったなって思うので、もっといろんな役をやって活動の幅を広げていきたいなって思います。うん、なんかね、絶対なんかもう本当になんかいろんなことでなんかもう、なんか普段周りの方、お友達とか、なんかこう喋っててやっぱり、レモンちゃんの声かわいいってよく言われないですか？なんか本当に無意識なんですけど、なんか高校生の頃なんか時とかからなんか
アニメに出てきそうな声だねっていうのはすごい言ってもらって、でその大学入ってからとか、そのやっぱりそうネット活動してるとなんかすごいアニメに出てきそうな声だね、アニメっぽいね、なんかキャラクターっぽい、ね、なんかちっちゃい男の子っぽいねみたいな、なんかいろんな声、なんかあそういう風に聞こえてるのかってなんか自分じゃ全く思わなかったこと言われてびっくりっていうのありました。なんか自分自身本当になんかあ声が低いなー、なんかもうちょっと高い声が良かったなーっていう感じで、あ周りにはそう聞こえてるんだっていう話になって、なるほどですね。結構ねなんか自分のところは本当になんか自分自身本当よく分かってないとこがあったりもするんですよね。だって本当に僕今この子全然低くないし、いいですか？可愛いありがとうございます。非常に個性的な声なので、なんかやっぱりそれをね持って生まれた大事な多分宝物だと思う。これからもなんかその声を活用どんどんしていって成長していければなと蓮くんは思います。蓮くんの言葉ならも本当にその通りで頑張りたいと思います。はい。すみません。いや、お子さんからの笑顔。すごく嬉しいことだ。諦めなければ何でもできるというのが僕の命令。猫にもなれます。猫にもなります。あでも本当ですよね、なんか諦めたら本当に そこで終わってしまうので、なんか諦めそうになってもまた、まあ、なんかそこでまた踏ん張って諦めたらここで終わりなんだと思ってまたそこでねなんか一歩また進んでいけば絶対なんか楽しめると思うので、ね、また違うね何かで違うコンテンツなのか違う番組なのか、一緒にちょっとお仕事をしたいなと真剣に考えてますので、嬉しいです、喜んでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。根本真子さんは他には大丈夫ですか？はい、蓮さん大丈夫ですか？大丈夫です。でなんかレモンさんの可愛らしい声は、ね、YouTube しながらうん、はい、見てください。ね、はい、はい、何か最後に、あもうあ今お時間あとどれぐらいですか？ね、はい、はい、少しですか？じゃ最後にあと10秒ぐらいの時に写真撮影しますか？はい、いいですよ。そうですね、して、あと何どれぐらいですか？大丈夫？そうですね、はい、あと1分ぐらい。1分ぐらいなんですね。いやまだたくさんあります。1分って、ね、結構長いんですけど、ね、初めてなので、こういう私もパーソナリティにラジオを持たせていただくということも初めてのことで、まあ、僕もすごく嬉しいんですけど、これ何よりも嬉しいのは、出会いっていうのが本当にね、出会ったことで人生変わるので、まあ、何をしたいとか、何をするかよりも、誰とするかっていうのが一番大事だと思うんですね。で今回ねやっぱり、まあ、レモンちゃんっていう方と、まあ、レン君と根本真子というこの3人が出会い、他にも配役の方がこれから来週から出ますよね、いろんな方が、はい、皆さんでいろんな友達の輪を作ればいいなと思いますね、うん、はい、はい、まさに出会いの奇跡で、出会いは奇跡です、はい、またねこのご縁を大切にどんどんまた、ね、広がっていったらいいなと思います。はい、じゃあ、はい、撮影。じゃあ、ちょっと写真撮影、なんかこんな感じで、はい、チーズ。じゃあ、シナモンの声で、レモンちゃんが、適当に、はい、チーズでも何でもいいです。写真撮るときのように、おっしゃってもらいます。出ます。はい。はい、チーズ。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今日はじゃあ、楽しみ。
がとうございました。ありがとうございました。またお元気で頑張ってくださいね。はい、また次回からも楽しみにしています。はい、はい、まだまだ終わりませんので、すみこしの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ